いや、すまないね。朝も早くから。どうぞ座って。今日もまた朝から暑くなってきたな。一体何の用？その前に注文は？ここのアイスコーヒーは悪くない。いい、どうせすぐに出るから。そうか。ヒロシ君は？その後病状は？あなたには関係ない。早く何の用なのか教えて。早く。CTU 内部のカメラシステムに侵入してもらいたい。私の PC からCTU の監視カメラ映像を見られるようにしたい。無理。なぜそう言い切れる？どれだけセキュリティが厳しいのかあなただって知ってるでしょ。当然だ。だが内部から作業すればだいぶハードルが下がることも知ってる。この仕事は引き受けるべきじゃないか。大事な息子のためにも。それに君にはすでに金を払っている。今さら仕事の依頼を受けないっていうのは随分都合がいいと思うが。本当にアイスコーヒーいらない？おはようございます。おはよう。到着大変だね。眠気覚ましにコーヒー飲もうかなと。あれスミレ、ずいぶん早くない？マイロ、そっちこそ。どうしたの珍しい。お宅の班長に頼まれごと。班長まだでしょ。勝手に部屋に入ったらまずいって。それくらい大丈夫でしょ。何やってんの、この早くから。別にいいでしょ。大ちゃんとは違う班なんだから。今さらそんなこと言う。おはよう。おはようございます。チーフ、おはよう。二人とも早いね。僕は班長に頼まれてって、この説明3度目。何よそれ。すみれよ、私はロシア大使館の内部情報流出に関する報告書を早く上げたくて。そう。ああ、チーフにはちゃんと話すんだ。当たり前でしょ。何か？ううん、仕事を続けて。はい。水石が死んだ。こんなこと言われたって。